こんにちは、90切りゴルフレッスン TV。 だいぶ暖かくなってきましたが、桃引きが手放せないブンブン鈴木です。このチャンネルは90を切りたいあなたの悩みをバシッと解決していくチャンネルになっています。一緒に上達していきましょう。で、今回の動画は足を使ったスイング、足を使った下半身リードができるようになる動画です。ゴルフ場行くとなんかリズムよく振れなくて、なんか固まってしまったりとかですね、ぎこちなくなってしまう、ボールを見ると硬くなってしまうとか、ね、スムーズに振れないという方、コースに行くとなかなかうまく振れなくていいスコアが出ないという方がですね、この動画を見てもらうと楽にこう軽やかにリズムよく振れるようになるので、安定したスイングができるようになります。また下半身リードで打てるようになるので、ハンドファーストやダウンブローといった綺麗な入り方をしたアイアンショットが打てるようになりますので、最後まで見て一緒に上達をしていきましょう。では今回も3つのステップで解説をしていきます。1つ目が、足を使うとはどういうことなのというところを解説をします。そして2つ目が、間違った足の使い方についてね、勘違いしている方が多くいますので、勘違いをしたままね、練習していくと、練習しても練習してもうまくなっていきませんので、そこね、しっかりと理解をしてください。そしてステップ3が、これを簡単に習得する方法、足を使った下半身リードを習得する方法を紹介していきます。ではステップ1ですね、足を使うとはどういうことかというところを解説をしていきたいと思います。足を使うというのはですね、大きく動くというわけではなくて、少しね、地面を踏んであげるという感じ、地面を踏む動作、踏み込んだりする、これが足で打つという動きなんですね。スイングの中で足が完全に固まってしまうとスムーズに振れないんですけれども、少しね、踏む動作が入るだけでスムーズにかつスピードを上げることができます。これが足を使うという意味ですね。少し踏み動作、踏んであげる感じでリズムを取る、これが足を使って打つという感覚ですね。ではステップ2の、間違った足の使い方について解説をします。足で打たなきゃいけないということで、足を大きく、膝が左右に動くほど、腰が左右に動くほど足を使おうとしてしまうという方がいますけれども、こんなに大きく動かす必要はありません。小さな動きでもうまくできるとクラブを加速することができるので、小さな動きでも軽やかに正確に打てるようになりますので、大きく動かさなくてもいいというふうに理解をしておいてください。ではステップ3、これを簡単に習得する方法を紹介していきます。これね、2つの段階があります。まず第1段階は、連続で素振りをしていきます。ちょっと見ててもらいたいんですけれども、連続で素振りというのは、フィニッシュの位置、トップの位置を繰り返し行ったり来たりします。繰り返し行ったり来たりします。で、この時に振り上げた時は、少し左足のかかとが上がって、振り下ろす時にかかとから降りて振っていく、フィニッシュの位置まで行ったら右のかかとを下ろして振り上げていく、左のかかとを下ろす、右のかかとを下ろす、左のかかとを下ろす、このように連続素振りをしていくと、左のかかと、右のかかとと下半身で踏み込んでからスイングをスタートする感覚が分かってきます。左を踏み込む、右を踏み込む、左のかかと、右のかかと、このイメージで繰り返し素振りをしていきます。連続でやっていると、踏み込み動作がないとぎこちなくてうまく振れないので、自然とね、かかとで踏み込んでいく感覚、リズム、タイミングが分かってきますので、で繰り返し素振りをしていきます。これがまず第一段階ですね。これをですね、3分から5分くらい素振りをしてあげてください。
結構ねしんどいです。息が切れますけれども、休みながらね繰り返し練習してください。でこれができたらですね、今度は毎回止まるアドレスした状態から右のかかとを少し上げて、かかとを下ろしながら振り上げていきます。トップまで行ったら少し左のかかとを上げて、かかとを下ろしながら踏み込んで打っていく、この練習をします。アドレスしたら右のかかとを上げて、かかとを下ろしてから振り上げる。トップでは左のかかとを上げて、かかとを下ろしてから振り下ろす。このイメージで打っていきます。で最初はどちらからだけでいいので、まずは右足からいきますね。構えたら右のかかとを上げて、右のかかとを踏み込んでから振り上げる。これを意識します。右のかかとを上げて下ろしてから振り上げる。こんな感じです。で今度は左足を意識します。トップまで行った時に少し左のかかとを上げて、かかとを踏み込んでから振っていく。左のかかとを上げて踏んでから、左かかとを踏み込んでから打つ。これを意識していきます。これじゃあ両方同時に余裕が出てきたら意識していただいて、右のかかとを踏んで、左のかかとを踏んでから打つ。これやると足を使ってスイングをしていくことができます。でこれやった時に左足をちょっと強く踏み込んだ時にヘッドがビュンと加速していく感じ、速くなっていく感覚がつかめたら、非常にうまく足が使えている状態ですので、そこを目指して繰り返し練習をしていってください。そうするとゴルフ場でもですね、足が固まらずに、硬くならずに、リズムよくスムーズに振って飛距離を飛ばしていくことができますので、これをですね、連続素振りをしっかりと練習してください。こんな感じでですね、皆さんに分かりやすくてすぐに実践できる方法を紹介していきますので、一緒にね上達していきましょう。ブンブンゴルフのインスタグラムではコース攻略法ですね、球場を切るためのコース攻略法も紹介していますので、概要欄に貼ってありますので、そちらもご覧ください。では一緒に90切りを達成しましょう。ブンブン。